N1 ビクトリーが終わり、箱舟は新たな戦いへ舵を切ります。そのスタートとなる後楽園大会に新人がデビュー、青コーナー小田島大地です。今日がデビュー戦、小田島大地、大歓声を浴びて一直線にリングに入ってきました。こちらが小田島であります。さあ第1試合らしからぬ大歓声に包まれております後楽園ホールです。さあそのデビュー戦を迎えた小田島の相手を務めるのは大和田優、去年7月にデビューしたルーキーです。大和田がノアの先輩としてリングに立ちます。大和田優、ノアの未来を担う若手2人の対決です。小田島大輝デビュー戦です。放送の解説は週刊プロレス井上光さん、ゲストは斉藤明俊選手、本田珠さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ小田島選手は小学生の頃から本田さんの指導でレスリングを始めましてプロの道に進みました。さあ本田さん、どういう気持ちで今見てますか？はい、まあ試合している本人以上に私はドキドキしている感じがします。はい、このコスチュームの赤は本田選手の色ですよね。そうですね、はい。さあ斉藤選手、はい、今この小田島選手ご覧になっていかがですか？いやスピードが速いですよね。そうですね、はい、相手のバランス崩すのはやはり本田さんの教え通りうまいですし。なるほど、はい、井上さん、はい、非常にいい面構えをしてますよね。そうですね、あのタックル一度でダメなら二度三度というね、あのがむしゃらさも感じさせますし、非常にね気持ちが伝わる選手ですね。小田島は東京都狛江市出身の23歳です。小学生の時に三沢対小橋戦を見て衝撃を受け、レスリングを始めまして日大藤沢高校、そして日大レスリング部で活躍しました。本田さんのレスリングスクールでコーチを務めながらレスラーを目指し、YouTube 剣王チャンネルの新人オーディションで合格し練習生となりました。まあ、本田さんの日大の後輩になりますけれども、彼が本田さんのレスリングスクールの最初のお弟子さんなんですよね。そうですね、はい、本当に一番最初の弟子ですね、はい。まあ、日大レスリング部といえば皆さん本当に名門ですよね。そうですね、名門ですしプロレスラーもね何人もデビューしてますよね。まあ、藤田和幸選手、そして仙台ガールズの橋本千尋選手などがいます。日大のレスリング部出身、そして本田さんも日大レスリング部、およそ8ヶ月間の練習生期間を経て今日デビューいたしました。まあ、そして本田さん、はい、何が何でもノアに入りたいんだということを言ってましたよね。そうですね、その気持ちだけでここまでまあこぎつけたということですよね。まあ、本田さんとこう同じ道を進んでいくというこの彼の思いというのは本田さんいかがですか？はい、嬉しかったですね。でこの解説についてなんですけど、はい、私は会員から見てようと思ったんですが、はい、まあ、こういうチャンスいただいたので、本人に試合前に確認したんですよ、ちょっと前に、はい、そしたら解説してもらえるのは嬉しいです、お願いしますということだったので、喜んで今日お引き受けさせていただきました。はい、まあ、斉藤選手、はい、やはり本田さんが見ていると気合も入るでしょうからね。いやー、もうものすごい入ってると思いますよ、ね。自分も解説力入ってますから、はい、さあ小田島コールを取っています。今日試合前に小田島選手に話を伺いますと、まあ、朝起きた時は緊張していたんですが今はそんなに、自然体で臨めていますという話をしていました。打撃も力強いですよね。そうですね、はい。まあ、本田さん、やはりこのレスリングの下地があるということで、はい、まあ、プロレスも苦労したと思うんですけれども、その辺のこの基礎というのはどうでしょう？まあ、レスリングの下地は十分なんです。それであとはプロレスが大好きだったのでよく見て研究してましたよね。なるほど、はい、私が教えたわけではない部分も随分あると思います。あ、はい、まあ、どんなレスラーになりたいんですかと聞いたところ、もう三沢さんや小橋さんのようなこう気持ちを前面に押し出すレスラーになりたいと、感動させるレスラーになりたいと話していました。さあ正面から打撃、これはプロレスの裏の基本の木です、このフォアアーム。さあそれを受け止める大和田は去年7月にデビュー、24歳、小田島とは同学年となります。まあ、井上さん、はい、大和田はデビューまで1年3ヶ月かかってますよね。そうですね、その中で、ドロップキック、いいドロップキックですね。
本当にそのデビュー8ヶ月ですか、はい、小田島選手すごくね、成長スピード速いですよ ね、 そうですね。あとやっぱこの気持ちですよね、はい、目力がすごくある選手なんですよね、はい、練習生時代からキリッとした目っていうのはすごく僕もいい目してるなと思ってたんですよね。やっぱそれが試合でも、おっ、これはと、これは本田多門さんの肩固め。おお、これは本田さんいかがですか。おお、回転順調に、これは本田さんが授けた技なんでしょうか。いや、見てくれてたんでしょうね。